こんにちは、セブ2チャンネルの時間です。今週はですね、お盆明けということで、日本を代表するデザイナーお二人がですね、お亡くなりになっていると。8月5日、肝細胞がんで、三宅一生、これ84歳で亡くなられています。そのですね、わずか6日後になりますか、老衰ということで、ファッションデザイナー森英恵が96歳でお亡くなりになっています。これね、不思議な一致といいますか、今年寅年、十二支の中の寅年なんですが、この84歳でお亡くなりになった三宅一生さん、96歳でお亡くなりになった森英恵さん、これもしかするとと思って見てみたら、お二人ともですね、寅年の生まれなんですね。12歳違い、寅年の今年ですね、ジャパニーズファッションですね、もう本当にこのパイオニアと言っていいと思うんですが、この二人が相次いで6日違いでお亡くなりになったっていうんで、そういうもんなのかというふうに私なんか思いますがね。このお二人ですね、犬猿の仲とは言いませんけども、かなり互いをですね、意識されてたっていう風なことが、この業界でよく言われてます。例えばですね、森英恵さん、これファッションデザイナーとして初めて1996年に文化勲章を受賞されてます。70歳の時ですね、文化勲章。それに、遅れること14年、2010年に今度はこの三宅一生がですね、72歳で文化勲章を受賞。それでこのなんていうのかな、勲章レースというわけでもないんですけども、2人ともパリコレの常連のデザイナーということで、森英恵さんの場合はオートクチュールですね、オートクチュールに出てる、プレタポルテのパリコレにも出てるっていうことで、2人ともパリを舞台に活躍されていたわけなんですが、森英恵さんはですね、オートクチュール正会員、いわゆる正式会員になった日本人というのは森英恵さんだけなんですよ。オートクチュールの期間中にショーをやっているデザイナーっていないわけではないんですが、日本人でも正会員、非常にこのお張り子の数だとかメゾンの規定が非常に難しいんですね、正会員になるっていうのは。ということで、唯一の正会員、オートクチュール組合の正会員になってた方なんですが、そういうこともあって、日本の、文化勲章というんでもないんですが、レジオンドヌール、これさまざまな階級があるんですが、その中で森英恵さんのレジオンドヌールオフィシエっていう階級があるんですが、これを2002年にレジオンドヌールオフィシエ、これを受賞されてます。それでね、レジオンドヌール三宅一生もですね、2016年レジオンドヌールオフィシエの一画上のレジオンドヌールコマンドゥールっていうのがあるんですが、これを三宅一生さん受賞なさってて、いわゆる二人、そういうなんていうのかな、名誉欲も非常に強いお二方だったんで、そういう勲章レースというかね、お互いを非常に意識していたと。そのお二人が6日違いで亡くなるという、同じ寅年、しかもその二人とも寅年で寅年に亡くなるって、何かちょっと因縁めいたものを感じるんですけどもね。寅年っていうのは、ロマンティスト、情熱家、チャレンジャブ、完璧主義者、こういうのが寅年生まれの特徴と言われてますが、お二人ともそういう、まさに海外に打って出たチャレンジャブルなお二人、日本ファッションってのはこうあるんだっていうことを世界に伝えたお二人だと思います。ただし、これは生き方がですね、全く違っておりまして、森英恵の場合はそのプレタポルテのショーもパリで1年間に2回、シーズン2回ありますから、これで発表していたんですが、メインの活躍っていうのはそのオートクチュール、高級注文服ですね、これをベースにしていらっしゃって、ファッションの基本ベースになっていったのは、いわゆるエレガンスっていう風なことだったですよね。彼女の場合は東京女子大の国文科を卒業してて、非常に才女だったわけで、女才のない方で、多分ファッションデザイナーをならなくても一家堂のその分野の、超一流の方になってたんじゃないでしょうかね。皆さんよくご存知のように、その蝶のマーク、それから HM 花江森、この蝶のマークと HM のロゴを使ったライセンスビジネス、これで大成功なさってわけです。そういうことで、そのファッションだけじゃなくて、表参道に、今もうなくなっちゃいましたけども、その花江森ビル、表参道のシンボルみたいなビルを作られて、そこでレッスンをやられたり、ファッションのまさに中心地に牙城ですね、森英恵グループの牙城を作られていたんですけども、この花江森ビルもですね、もう今や
もう建て替えになってなくなってしまったんですね。花江森グループのアパレル事業というのも、2002年に破綻してしまって、その花江森という商標ですね、これも破綻前にその三井物産と、ロスチャイルのグループがその商標を買ってまして、今は MN インターファッションという会社、三井物産と日鉄物産が繊維事業を合併した合弁で作った会社なんですが、そこが持っているんですけどね、デザイナーでですね、その森花江さん、監修は森花江だったんですが、若手の天津優さんとか松重健太さんっていう風なデザイナーが、実際に起用されて作ってたんですが、もう2人ともいらっしゃんなくてですね、先ほど申し上げたようにですね、エレガンスをベースにしているライセンス、オールスタイルという会社が今アパレルの方はライセンスをやってるんですが、蝶のマークとそれから HM というロゴ、モノグラムですね、これでライセンスをやってたんですが、ちょっとライセンスをやりすぎてブランドが疲弊しちゃったっていうふうなことがあるかもしれないし、多角化ですね、やりすぎちゃった、多角化があんまりうまくいかなかったという一面もあって、2002年に簡単に言ってグループ破綻してしまって、今はメディアですね、インファスパブリケーションズ WWD ジャパンっていう WWD の日本版を出しているインファスパブリケーションズ、それからその BS テレ東でやってるそのファッション通信ですか、インファス .com というものを中心にしたそのメディアのグループが残っているわけなんですけれども、 WWD ジャパンについて言いますと、これ1979年 WWD ジャパンという日本版が創刊になりまして、これもですね、業界のバイブルと言われている WWD の日本版、その合弁で花江森グループとですね、ニューヨークにあるフェアチャイルドパブリケーションズっていう会社の合弁で作ったわけなんですけども、そういうことでそれもそのマスコミ対策みたいな、海外パリでオートクチュールパリタポルトをやっていた森花江がですね、一種のマスコミ懐柔策というのかな、マスコミ対策で日本版を1979年に出版したわけなん、創刊したわけなんですが、それから1979年ですから、もう43年ぐらい経ってるんですか、今も WWD ジャパン業界誌として頑張ってるわけなんですが、一方のですね、この三宅一生っていうのは、そのある意味そういう森花江が立脚してたようなエレガンスっていうのを言ってみれば否定してるとこからスタートして、その布の創作物、布の創造物っていうふうにファッションというのを見つめ直して突き詰めていったいうふうなデザイナーで、そういうふうな流れっていうのは、その三宅一生、それから化学ボレーのそのコムデギャルソン、それから山本洋次っていうふうに、布を使った創造物っていうふうなファッションっていうものをエレガンスを否定してるとこから進めているっていうふうな、今の日本ファッション、ジャパニーズファッションの本家本流というのは、そういう三宅一生、化学ブレイン、山本洋次っていう、そういうふうな流れですよね。そうしたものを築き上げたのが三宅一生だと思います。三宅一生はですね、いわゆるその日本のファッションっていうものを、戦後の日本ファッションっていうのは、文化服装学院っていうのが作り上げてきているわけなんですが、三宅一生は文化出身じゃなくて、その多摩美術大学の図案科卒業なんですが、いわゆるグラフィックですね、グラフィックのデザイン、そこを卒業してたわけなんですが、そこからファッションに入っていった方なんで、ちょっと考え方がやっぱり違うんですよね、ファッションに対する。先ほど申し上げたその素材からスタートして、人間のその自由に動ける洋服、素材を基本に置いて、その新しい造形美っていうのを作っていくファッションなんで、非常にユニークな、そのユニークさっていうのが世界でも認められているわけで、70年代にその三宅一生のファッションが出てきた時っていうのは、ジャパニーズファッションとして、世界にはある意味衝撃を与えたわけですよね。これが要するに後にその1981年にパリコレにデビューしたコムディ・ギャルソン、カーク・ボレー、それから山本洋次なんかも、さらにそこにそのなんていうのかな、黒の衝撃、あるいはそのボロルック、穴あきのボロルックみたいなものに受け継がれていくわけなんですが、三宅一生の場合はその皆川真紀子っていうテキスタイルデザイナーと一緒にその共同開発して、素材から発想していく造形っていうのが非常にポイントになってくるわけなんですが、その三宅一生デザイン事務所っていうのかな、分かりやすい代表作で言えばブリーツプリーズ、
まあ、これも、まあ、何気ない素材、ポリエステル中心にした素材で、何気ないテクニックで、しかしできてくるものはすごいオリジナルなものができてくる。こういうのが三宅一生のデザインを非常に端的に表して、商業的にも大成功したわけですよね、ブリーズブリーズ。それがまあ最近だとバオバオっていう、そのハンドバッグの三角形がこうルービックキューブみたいに造形している革新的なハンドバッグが出てきてるわけなんですが、そういうのに受け継がれている脈々と。そういったことで、その三宅一生流れっていうのが、これからも三宅一生デザイン事務所の中でどういうふうに受け継がれていくのかっていうのを非常にまた注目しているわけです。三宅一生、そして森英恵という、まさにパイオニアですね。この2人がこの8月に亡くなったっていう。それだけじゃなくて、2年間、コロナが2020年の2月から、まあ、日本のコロナ禍っていうのが始まって、まあ、世界のコロナ禍っていうのが始まったんですが、まあ、それから2年間の間に山本寛斎、2020年の7月21日、享年76、それから2020年の10月4日、これ高田玄三、享年81。高田玄三の場合はもうこれはコロナ、死因がコロナということで亡くなっているわけです。山本寛斎、高田玄三、そして今年の8月、三宅一生8月5日、森英恵8月11日ということで、まさにジャパニーズファッションを切り広げてきた寛斎、玄三、一生、森英恵という4人がですね、この2年間に亡くなっているということで、まあ、非常に月並みの言い方ですけども、まあ、一つの時代の終わりっていうのを感じずにいられないという日々です。ということで、非常に偉大なるデザイナー2人が亡くなった8月というふうなニュースをお伝えして、今日は終わりたいと思います。